<laughs> いや、そこは、そこは挨拶してくれよ、それくらいは。 はははいいいさんこんここにちちーです本日はブルービリオドこちら見ていきたいと思いますよろしくお願いします、えー、前回はね、まあ、お母さんに、まあ、僕はね芸大に行きたいんだみたいな気持ちを伝えまして、まあ、そのお話が非常にね感動的なエピソードだったんですけども、まあ、その結果ね、まあ、予備校に行くことが許されて、まあ、いよいよねその芸術としての予備校っていうのがどういうものなのか、まあ、ここら辺が一視聴者としても分からない部分があるので、まあ、そこを楽しみにしたいなと思っております普通のの塾と違ってねカリキュラム的なものが全く別物だ と思うんですけども、まあ、そもそもそんなものがあるってことも知らなかったし、まあ、この主人公の目線通してね、まあそこら辺楽しく見ていければなと思います、えー、というわけで<ジ>皆さんも録画したものもしくはビデオのワンド使って一週間楽しみください簡単なご案内本編スタートですよろしく頼むぞ二、一。あ,あ、ここから予備校 ああ、ジャンルが違うのか、二人。うん、なるほど、最初はね。いや、ここにもまたあれかな、ライバルキャラとかいるのかね。まあ、ライバルにもならないのかもしんないけど、矢口は。まだだって始めたばっかだしさ、ここに来るくらいの人だから、みんなめっちゃうまいんじゃないか。うん、頑張って。 うん、そう言えるあなたはすごいわ木炭はあ。いやこれみんなで、ね、今好評って見せ合うんでしょ結構緊張しそうはあそうだろうななんだ今の質問うーん じゃあ、この子もあれかな絵描く歴は浅いのかなえ <laughs> 辛辣何今のなんだんな初対面の人に <laughs>、なんかあんな言い方されなきゃいけないのどういうことなんかあれかなやっぱ、 なんて言ったらいいんだろうな。こういう、まあんまあそういう言い方とか偏見持っちゃいけないのかもしれないけど、いや芸術派だというかさ、まあ、クリエイターさんとかには結構、ほらさ、性格的に難あるみたいな感じの人も多いから、まあ、今のキャラも、まあ、そういう子なのかな。そういうことが言いたいのかな。けど、なんかね、今の感じ、絵描くのはじめ、あんま歴はなさそうだけどね、矢口と一緒で。 いやそういう人がまだせめて行ってくれてよかったんじゃないもう絶対みんな上手いと思うんだよねで。そこでさ、さっき言ったって好評とかしんどくないもう俺だったらちょっと、なんか自力の差というかね、今までやってきたキャリアのさ見せつけられるようで、こんな予備校通う単力というかあれはないんだけどね、覚悟は。 いやそれができる、やっぱ矢口はさ、絵が今描けるうんぬんじゃなくて気持ちとして姿勢としてすごいよね。こういう気持ちがあれば、本当どういうことをいくつにやって始めてもやっていけるんじゃないかなって思う。だから、なんてなんだ、鈍感力って言ったらいいのかわかんないけど、そういうのってほんと大事だなって思うな。予備校レビュー、オブザデッドどういうことあ、やっぱそういうことなんだ。 うん何、うん、かあれあ持ち方も悪が強いどころじゃないんだけどすげえ奇抜な絵描くかもねあの男もう芸術なんて正解ないわけだしさ見たまんま描けばいいっていうさっきのフラグが振りでとんでもない絵描いてくるんじゃないえてか今の矢口の絵うまくね いくら夏休みやってたとはいえう<ー>ん <laughs> 今ビクッてしたねそうなりつつあるのか矢口はおなんだろう突然また顔が真っ黒なあこの予備校でもかなりあれだね 登場人物増えそうだねうわっえこれみんな描いたやつめっちゃうまいじゃんやっぱりん今の矢口の絵なのうまくねいやーてかいや十分矢口さんスタートライン立ててる気がするわ、うん、ああそうなんだ確かに背景が黒いねああなるほどね あ、こいついやどんな絵描いたかな意外と奇抜なお何何早く見せてくれ <laughs> あえあえあえいやいやうまいけど思ったのと違ったうんいやなんか矢口は心に引っかかったというかなんかありそうだな、ね、や、うん、無音の絶叫あ,あ響いたんだこの作品は あの先輩の絵みたいにうん先生いやこういうさ美術の先生って大変だね才能ある人をさ見なきゃいけないから潰すわけにもいかないしさそれこそ技術的な話はできても正解なんてないじゃんえー、<laughs> やば うんよかったねどうした <laughs> 足出ちゃうタイプねあーやっぱ感じちゃったんだそういうのうーんいやーもうそれはさ高校2年から始めてんだよ そこ自分でちょっとあねえグッと入れとこう。うん。で、何気このリュウジがいいやつなんだよな。うん。まあ、出た。森先輩。好き。 あーええー、もうマジでやっぱいいやつ。<laughs> リュウジ。いまいち男か女かよく未だ分かってないんだけど、僕の中で <laughs>。うん。まあ、リュウジっていくらいなのが男なんだろうな。それなそこ。それさえ分かってる。今、いる、また。そうだよ。特に日本は <laughs>。 よけ変わった名前だねでそれもまたね人によって違うかと思うけどね捉え方はこうやって喋ってくれるんだねそれでもいやいや天才かどうか分かんないようんそんなみんな一緒だと思うけど。 あそれくらいの付き合いだね。おおけどじゃあねって言ってくれるんだ。うん。左が矢口今の。んなんか変な音がする。あーおーって。なに今。ああ、美少女なのね。ああ、もうあれか。リージとは。おえ？別のクラスになったんだ。 まあ確かに芸術家とか変わったセンスの人いるもんなみなりも <laughs> いやそこはそこは挨拶してくれよそれくらいはえっでけえ先生うんでかいんだね大庭さんはは <laughs> でかいい <laughs> いや扉より背が高いまあ後ろにあるけど <laughs> 面接室 あっあれ何こぼしたの今テレビンなんだろうおーかわいい <laughs> かわいいって言っていいのか分かんないけど <laughs> いやいやどういうこっちゃね <laughs> 佐々木さんなんか今の表情ああ何タイプなのもしかして <laughs> 積極的いいいの <laughs> ねいいの男の子で一応うんユカちゃんうんユカちゃんかわいいえっユカちゃんって誰のこと今のこの人違うよねリュウジのことかうん まあそれは先生たちにとって聞くとあれなんだろうねえ頭いい、うん、ああ絵からそこら辺を読み取ってるのうんなんだ訳 <laughs> が分からない絵だ <laughs> 世界 だからこういうのよりやっぱあの最初に描いた絵みたいなの,の方が好まれるんじゃない青いさっき渋谷の作品とか。うん。絵作り。そこでやっぱあれかな青とかにこだわり始めるのかな気にしすぎ,気にしすぎタイトル。 うんそうだないいものはまれてかないとねうんいい先生 <laughs> いや学校の先生もいい先生だけどうーん 確かに傾向は見えてくるだろうなうんアニメもいっぱい見ていると自分の好きなジャンルって分かってくるしねあ出たおさげの男の子橋田っていうんだ面白いおおええー、な何これこうなんか当ててるんだね顔の上にまた。 うん、いやほんと自由だよねだから先生って大変だろうな数学とか教えるわけじゃないからね数式から出る答えが一つとかではないし <laughs> いやすごいあれだねこんな態度取られるのにぐいぐい行くね矢口。 ヤンああ関西人なのねあなたいやこの人はコミュ能力高そう真面目な証どういうこと <laughs> うん特進まあ頭良さそうなこと言ってたもんな いやもう空気を壊すな僕もなんだかんだ年に23回は行くかなまあ行ったところでそんな深いことは俺もわからないんだけどね <laughs> なんか行くんだよね好きで絵が好きっていうより俺はこの空間が好きなんだよな美術館の。 いやいやいやいいじゃんもう素直にいこうここはうん俺も俺もよく分かんない人はいっぱいいる、うん、食べれん食べめのうんあー分かりやすいすごい分かりやすいこのナイフとフォークを置いて考えると なんか俺も別に有名だからだってその人の前で足止めることはないなあーそれはもうしょっちゅうだようん買い付けごっこはあ面白そう <laughs> ああ、いいね。買い付け。点数でもいいね。そういうのをやって、後で自分の高くつけたものをもう一回見て回るとか、やってみよう <laughs> 次やってみよう面白そう !10 段階とかで評価してって。そしたら傾向が見えてくるかも、好きな作品の。うーん。うーん。 僕は特段なんか何々店とか誰々が来たよっていう展示よりもほんと地元とかの行くけどねおお買ったの僕はポストカードよく買います甘いの好きなの <laughs> いいね3人で行ってみて男のどうなるかああウ二とデートしてるじゃん えどういうこと泣いてるよどうしたフィラれちゃったのかなんか男だってバレたとか気づいてなかったのかあっちが、うん、<laughs> いやなんで普通にタバコがだから <laughs> みんな高校生でしょ一番時はもうおったけど。 ああやっぱ振られちゃったんだ。うん。いや仮にもう好きになっちゃって男だって言われたら俺は止まんないと思うけどね。って結構昔からこういう話になると僕の中ではそういう結論に至るんだけど。もう好きになれる相手がいるだけで幸せだけど。いや矢口。 うん、あそれすらも逆にうん哀れみみたいに感じちゃったのかはあ結構これはあれなんだね トランスジェンダーとか LGBT 的な感じの話も入ってくるのかもねこのリュウジ通してうん、まあ、少しずつ今寛容な世界にはなってきてるけどまだまだな日本とかは結構遅れてるんだろう うん,うんその居場所みたいなのは窮屈なんだろうな、竜一はうーん。いやーちょっと。 まさかそっち方面もこんな考えさせられるなんて思わなかったわこの作品、うん、そうねそうねうん変人だなんてえそう,もうこの考えが出てきてる時だけでレベル高いと思うけどえ <laughs> ちょっと待って 切り替えはええな、リュウジオ。<laughs> 強い、強い。まあ、けど強くなっていくんだろうね、こうやって生きていくと。もしくは、装ってるのか。いやいや <laughs> 簡単に割り切りすぎでしょ。見たものを受け止めすぎて。ああなたが書いたの。あ矢口、何書いたんだ、矢口は。 うん、うん、今の上の絵かねうん焦らずに頑張ってほしいけど現実的にタイムリミットもあるのも事実だし大変だねえリュウジーのこともしかして んコンクールうわーそれに出品するようになるの今度うん順位順位かいや芸術も順位つけられちゃうわけねこういう場所だと。 現役生んあこの子のうん,うん、うん、そういうことだよなだってここにいるんだもんなええー、それはそれで大変だねいやそのサラブレット扱いされるのも嫌じゃないうん うん頑張れそう、もうそこで保ってちゃしょうがないのよ。うん。頑張れ。で、やっぱあれだね。青い特徴のあるあの人選んだね。なんだっけ、今の人。出てこない。あの、真珠の耳飾りの。けど、青でない、書いてるの。 <laughs> 軽いな意外とノリがうーんそうなんだいやこのブルーピリオで使う絵を作るのも大変だねうん頑張ってうん 結構いっぱい描いてんのかな、矢口。<laughs> いや、なんで視線を背ける苦手なのかなほんと人付き合いがね。あ見てもらってんの。そういうのだとあれなんだろうね。全然やるんだろうね。絵のことだから。営の上積み。 えそうなのモテきたまなは知らんけど本質本質なんてあるのかえにいや知らないけど何何も何が言いたいんだよ彼は。 ちょっとあーもうまたやっちゃったよもうクレジットこれ流れるようにさせてよまだ俺一回も見てないんだけど最後までクレジット、まあ、とりあえずこのね予備校に飛び込んだ矢口が頑張ってみんなとね切磋琢磨してるって姿がねすごい評価したいなとまあいろいろ落ち込むこともあるだろうけどこの頑張ってねなんとかしていこうっていうこの姿勢もうこれはほんと尊敬に値するなと僕もなんかいろいろ人生頑張りたいなって熱くなるほんと作品だなと思いますあとはそのリュウジの方の話ね、まあ心 こは本当これからまた会を追っていくごとにいろいろ考えさせられるのかなと思いますとかさっきも言ったけどね好きになった人が、まあ、後々男だって分かったんだったらもうその時に好きってなってたらそこ以上止まらないと思うんだよね気持ちとしてそこでなんか止まっちゃうんだとしたら所詮そこは本当に好きというか愛じゃなかったんだなっていうねだからカミングアウトして乗り越えなきゃいけない壁が一つあるっていうのは確かに大変 まだからこそ、ああやってどんどん強くなってね、気持ちの切り替えとかもできてるのかもしれないけどね。本当にできてるのかちょっとわかんないけど。これからもこの矢口、そして龍二ね、まあ、ここら辺みんなのキャラクターのね、まあ、これから先っていうのをね、楽しく見ていきたいと思います。<laughs> はい、というわけでね、皆さんこちらエピソードに対する感想だったり、僕のリアクションに対するコメントお待ちしております。以上、動画もたくさお越しました。バイバイ。